後ろには誰もいませんよ。いや、バカ前見ろや前。私にはいたって普通の壁にしか見えません。ああ、やばいやばいやばいや、ああ、殺される。ということで、今回はこちらの商品を開封して、なんだろう、新幹線内で撮影してもらっていいすか？というクレームを受けたため、今回は新幹線に乗ってみようと思います。え、何急に？開始早々変なことしようとしててくさ。たまたま今日が年始ということもあり、全席指定で通常より高いみたいです。いや、なんでそんな日にわざわざ。金を捨てたくてしょうがないんだろ、知らんけど。なんだ、そういうことだったのか。しかも夜ということもあって、車内を見渡しても、乗客があまりいないようです。確かに、帰省ラッシュも終わってるもんな。ということで、おもむろに PC を取り出します。なんか流れ変わったな。中を開けてみると、本体、充電ケーブル、取扱説明書、品質保証書、マウントネジ、が入っています。いや、新幹線の中で開封するなよ。ちょっと本当に何やってるかわかんなくてくさ。いくら周りに乗客がそんなにいないとはいえ、これ、やってる方も結構恥ずかしいです。じゃあやるな定期。金かけてセルフ拷問はくさ。前面には、電源ボタン、マイクロ SD、USB 3.0、Type-C。背面には、リセットボタン、電源差し込み、VGA、HDMI、有線 LAN、USB 2.0、イヤホンジャック、となっています。ちょっと情報があんま入ってこないわ。これは、プライベートのみならずビジネスでも活躍できそうな雰囲気があるな。ちなみに本体は非常にコンパクトなため、座席前方のポケットに収まるサイズとなっています。入れるやつゼロ人だろこれ。ゼロ袋みたいな扱いやめろ。ということで、京都駅に到着しました。何をしにどこまで行ってんねん。白身のツーウェイで草。このまま地下鉄に乗って、行けるところまで行ってみようと思います。ということで、8番出口みたいな世界に迷い込んでしまいました。本当にそれっぽくてくさ。マジレスすると、8番出口のモデルは清澄白河だぞ。ということで、本格的に出られなくなってしまいました。その後、霊夢の姿を見た者はいなかった。ついに失踪したか。ということで、早速起動してみましょう。切り替え早すぎてくさ。ちなみにこのパソコン、スペックはどんな感じなんだ？こちらのスペックですが、メモリが 8GB、CPU がインテル M100、4コア4スレッド、SSD が 256GB、ベサミも対応、重量は 510g、現在の末端価格で約2万円となっています。お、なんかめっちゃ安いな。2万円でこのスペックはすごすぎてくさ。軽く設定をしていきます。ということで、設定が完了しました。まあ、普通だな。早くモニター変えていき。とりあえずネットに繋いでみましょう。まずは、みんな大好きヨウツベです。そういえば、地震以降、ヨウツベもその情報で持ちきりだな。なんかインフルエンサーが現地に殺到して、現場がかなり混乱してるらしいな。ええ？もちろん私も現場に行きたい気持ちはありましたが、今私みたいなヒキニートが行ったところで、マジで何の役にも立てないので、ここはおとなしく募金に専念します。自己評価が正しすぎて辛い。落ち着いたら石川のハードオフもめぐれや。半年後くらいに、石川県散財ツアーも検討中です。こいつ常に破産してるな。次に、ヤフーも見てみましょう。やはり 8GB メモリなので、ホームページもサクサクですね。20年前みたいなフレーズやめろ。言うて、このチャンネルではマジでヤフーすら見れないスペックも登場するからな。ひえ。ヤフオクを見ていたら、何やらフェラーリが400万で出品されていました。これは買いだな。こち亀で何回も見たことありそう。ということで皆さんお待ちかねの、ベンチマークを回してみましょう。今回も使用するのは、シネベンチです。お前が死ねていき。ベンチマーク中は暇なので、コメント返しをしていきましょう。コメント返しで暇を潰すな殺すぞ。まず1件目。アップル製品って目新しい機能とかなくなってきたよな殺すぞ。これは、アップルウォッチの動画についてのコメントですね。確かに、もうどの世代買ってもそんなに変わんなくなってきてるかもな。アンチオツ、クソリンゴはマーケティングによって全く進化してないものを高値で販売する能力があるから。言うほどそうか。iPhone も16になればカメラ性能が上がることは間違いないし、次の Apple Watch にはさらなるヘルスケア機能がつくんだぞ。いや、両方とも大した進化ではないだろ。そもそも、スマホってカメラの性能以外に上げるところないんか。スペックもバッテリーも快適性もそこそこ上がったから、もう欲しい機能が大してないっていうのが消費者の本音やぞ。これはスマホも PC も全体的に言えることかもな。iPhone 4S から5くらいの時のワクワク感はもう味わえないのか。
アップルビジオンくんがその期待を全部背負ってくれてるからセーフ。大ボケする未来しか見えないんですが、それは。ということで、ベンチマークの結果が出ました。小型 PC にしてはいい結果なんじゃないかと思います。言うてこのチャンネル、ほぼ小型 PC しか扱ってないけどな。アンチオツ、縦設置型の PC は意外と珍しいから。それは置き方の問題だろ。ということで、今回はこの PC でゲームをしてみようと思います。今回試してみるのは、8番出口というゲームです。さっき霊夢が帰ってこれなくなったやつだな。成仏してくれメンス。とりあえずインストールが完了したので、早速歩いていきましょう。お前はこのゲーム詳しいのか？いや、名前は知ってるんですが、実況すら見たことないです。お前みたいなビビリがやるゲームじゃないぞ。噂で聞いていた通り、壁面ポスターやタイルの作り込みがすごいですね。このポスター、実在するらしいな。霊夢もっと攻めたプレイしろやかす。これだから指示中は。じゃあ、とりあえず走ってみます。全然なんともないですな。気を取り直して、歩きを進めましょう。なんか壁が隆起してないか。え、どういうことですか？後ろには誰もいませんよ。いや、バカ前見ろや前。私には至って普通の壁にしか見えません。やばいやばいやばい殺されるー。気を取り直して、さらに歩きを進めていきましょう。さっきから全然進んでないぞ。明らかに不審な男で草。あ、ちょっと横通りますね。え。その後、結構いいところまでは行ったのですが、1時間くらいやっても結局出られませんでした。こういうゲームにもセンスってあるんだな。やめたれ。ということで、いかがでしたでしょうか。ミニ PC にもかかわらず、インテルアルダーレイク M100 プロセッサーにメモリ 8GB を搭載しているなど、スペックは非常に高性能だと感じました。また本体はとても小型で、旅行や出張で快適な環境を持ち運ぶことができるほか、高効率排熱ファンにより放熱効率が優れていることから、業務や作業の効率が大幅に向上すると感じました。本体は非常にコンパクトで、自宅や会社オフィスのみならず、学校やフロントデスクなどあらゆる環境に設置できると思いました。また、USB や HDMI に加え、4K 出力や外付け HDD、NAS、オフィス機器などインターフェースが接続できるなど、拡張性にも優れているため、プライベートの用途のみならず、ビジネスの用途でも十分に活躍できると感じました。模範的なコメントありがとうございます。次回、8番出口にあったポスターの求人に応募してみたら大変なことになった。こうご期待。ついに霊夢もニート脱却か。ちなみにポスターが異世界と繋がってる場合はどうしたらいいですか。店長にでも連絡しとけかす。厳しくてくさ。你在无中生有暗度文仓凭空想象凭空捏造无言无语无可救药逝者安息一路走好傻子巴拉。